はい、どうも、ふるちです。今回ね、久々にキャッスルストーリーをやっていきたいと思います。まあ、前回まで、やっていたインベーションマップをちょっと一回ね白紙にして、コンクエストモードをですね、このスチームワークショップである、まあ、モッドでね、やっていきたいと思います。まあ、こういろんなマップね、いろんな方々が、作られているマップなんですけど、今回ねこのベイラというマップでちょっと一回コンクエストやってみたいと思います。で、まあいろいろですね、まあインベーションモード用にもっと探してきて、いろんなマップがね今あるので、それもね近々やりたいと思うんですけど、まず今回ねちょっとコンクエストの方で、まあちょっと変わったビルディング要素とか、あと今までね、建設があんま得意じゃなかったので、まあいろいろな方をね参考に、コマンドとか覚えたので、それを駆使してねちょっと建築もうまくやっていけたらなと思います。なんでね、多分平坦であろうこのマップでね、ちょっと一回やってみます。まあ、今までね、その足場もうまく使えてなかったですし、広かったので、まあ、今回はですね、とりあえず足場付きの建物を作ろうかと思います。ああ、いいね、平坦だね。敵来そうなんで、ちょっと防衛ができるような、いい感じの建物を作ろう。まあ、基本なんですけど、まずはね、木を軽く取ろう。で、木と同時にこれ草取れるんですけど、まあ木だけでいいかな。で、なんか優先度の変更とかね、前できたか分かんないんですけど、結構いじれるようになりましたね。で、今までね、建築とか全然ダメだったんですけど、いろんなね、コマンドがあることをね、まあ今更なんですけど、発見しまして。まあ例えばね、こういう切り株とか、いつもはね、前まではですね、この、掘るツールで、消してたんですけども、そんなことをねする必要はね全くなくて、ちゃんと消す用のねツールがあったんですね。まあリムーブなのかな。これなんかね、ショートカットキーと同時に押して使うコマンドなんで、普通の選択ではね出ないんですよね。まあこれでまあ切り壁壊せるんで、まあ邪魔、建設の邪魔になる時とかに消せるようになりましたね。で、まあ、ちょっと次は、これですね、木を加工する場所置いてあげて、で、階段とかの種類が増えたんですよ。これが今までのベーシックな階段でね、こうやって買っていくやつね。の他にこう一気に行かないんですけど、なんか一個ずつなんか足場とかに置く用の階段、なんか単体使いっぽいですね。の他になんか螺旋階段用のやつとか、あとこうコーナー用の階段とかね増えました。まあ、これらを使ってうまくクラフトできればね、うまくいけると思うんですよ。こういう階段ね、まあ、こういう階段も駆使しつつ、階段を使わない建築方法もねやっていこうかなと思います。まずちょっとストレージを置いてあげるか。くらいかな。で、もう木はこんだければいいんでね、消します。で、とりあえずね、建築ですよ、建築。まあ、階段を使わずともね、上に行く方法ってあるんですよね。ちょっと一回やってみよう。こう4段のやつを確か2間隔で置いていって、で、この足場の部分に、これミスりましたね。こういうのミスったときにね、なんとですね、こうキーを使えば消せるんですよね。で、これか。これを、まあ、1個ずつ上げていって、で、この斜めのやつをこうやってバーってやると、これ、上に行けるんですよ。ここも一応つけておこうかな。で、あの上ができたら、一応反対側も作ろうか、じゃあ。で、反対側もできたら、反対側だと、ここと、ここに置いて、横のやつをこうくっつけて、
で、ここに足場とか置ければいいんですけど、とりあえずそれ用の高台がいるかな。まずちょっと作ってもらおうか。あれあれあれすごい量で作るね。加工が追いついてないんじゃないかってね。で、この武装してる人たち今いらないんで、外してもらおうかな。さあ、どこに、あ、置いた置いた。よし、まずアーチャーだけ外して、一応敵がいるからね、こいつで守りましょうか。別に来てからでいいや、作業優先しよう。これじゃできんの？ああ、そこ乗るんだあ、そういう感じなんだね。いや、これ結構知ったのはね、大きくて、この作業効率インベーションモードだと結構いるんでね。で、ここで貸し場を置くわけですよ。ああ、ミスってるな。あ、できてないやつはできてないやつ消えるんじゃないか。ここでね、一応上に生きるようになって、ここからですね、もうここめっちゃ場所取ってるんで無駄なように見えるんですけど、こうなると、これ何をしてるんだろうかあ、これ邪魔ですね、消しましょうか。で、この高さに棒をこうやってやって、ここ4なんですよ、ベースが。で、ここ4やって、この突き上げ4やると、こうやってね、ここまで場所が伸びるんで、ここに糸をバーって敷き詰めれば、まあ敷き詰めますか。こんなにいらないんじゃないかなと。ここってここの段差用にこんだけあったので、例えばこれ向き変えて、こっち向きにしてやっちゃうと板が届かないかな。いや、とりあえずまずは、これ何マスずつだったっけな、結構効くと思うので、一回これで試しますか。あ、ここダメですね。こういうとこが出てくると位置がずれてるな。これですね、これで4マスでいけばいいか。一回作ってもらうか。できるかな、君たちに君たちにできるかな、これが。いや、これも一回消したいですね。消しますか。あ、やべ。あ、ブロックとかも消せるんだね。これね、すべてのものが対象なんで、不要なものがあれば、こういうのも壊せるんですよ。いやー、すごいな、こいつら。ここはさすがにいけないのか。で、ここで足場を受けるかどうかで変わってくるんだよね。足場ってこういう方向なら結構伸びるんですよ。まあ、ないしこうですよね。まあ、これだと真横方面にしか行かないからダメなんですよね。何マス分ここあればいいんだろう。ここの上は乗るから買っていけるんですよね。あいつは来れるんだああ、まあ一回これ分置くかな。で、ここもつなげないと意味ないんですよね。で、あとはこの邪魔なやつを消したら完成かな。
さあやれ。結構木とかね、十分ですね。さあどうかな。また彼ら上に登ってやるわけですね。ここやっぱ支えがないとダメなのかな。これでこう一直線にバーっていけると思うんだよね。こうやってね、これで合ってんのかな。これをね、根詰めていきたいわけですよ。例えば真ん中の一本いらないとかないかな。君たちができるかどうかだね。まあ足場があればここ置けると思うから、それでやってみよう。でこれのね、強みというか、まずちょっと草取りますね。その前に下と上にね、ストレージを置けるんで、ここで場所をうまく使えるわけですよ。ちょっと広いかな。あ、しまった、今絶対ずれたよね。どうなってんの。あー、上についてんのか。こうだね。さあ木は足りるのだろうか。足りないと思うので、とりあえず消せるやつは消しとこう。木とか一本単位でいけないか。木はオブジェクトじゃないんだね。こう土ブロック一個ずつ削れるんですよね。ここだけどうしても届かないから、遠くまでやりすぎたな。例えばここで区切れば、こっち側行かなくても取れるんだよね。もしくは、支えが置ければいいんじゃないかな。本当はいらないんだけど、置いてみるとかすれば下3段なら届くはずなんだよね。難しいな。よし、あ、もうここ届くんで、ここ届けばワンチャンあるんじゃないか。で無理ならば破壊しよう。無理か。ここをね、届けられれば今すぐ済むんですけど、階段置いて破壊するくらいならまあ普通にちょっとつなげちゃいますか。ここだよね、ここ。ここでできればいいので。これは消しちゃって、ああ、そうなるのか。で、一回ちょっと帳消しにして、普通に破壊しましょう。そうすると崩壊するんで。で、置き直せばいいんですね。もうやるんだ。ここだっけな。増えますね。よし、カモン。とりあえずここの建築を進めよう。許容何マス ?1,2,3,4,5,6 なのかな。ここで5マスなんで7マスなのかな。あ、置けましたね。ただこれだと、あ、まあいいや、完成は完成か。よく見えないな。どこから始めればいいんだこれ。何だ。
ここででいいかな。真ん中置いちゃうとさすがに取れなくなるから、ど真ん中に行くことがならいいのかな。まあ、通行道にしたいし。根元を行けば、あ、根元ないんだ。まずこれ破壊してもらって付け直そう。すごいいくな絶対そんなにいらないんだけどね。で置き直してつなぎ直すと。でこれは防衛にもね使えますし攻撃も使えるけど、めちゃくちゃ時間かかったな。まあ、容量が分かればもったいなくできるんですけどね。あんまり広くないからね、これだと。まあ何個も何個も置けるし、ここのね延長線上にやれば上にもどんどん積めるから、まだまだ置けるんですけど。こういうふうに物置にできますね。とりあえずコンクエスト、とりあえずパート1、倉庫作りでしたね。これまさに倉庫ですね。まあ、階段がですね、こうやって、まあ、石を使わずにできるので、結構建物的に統一感っていいですね。だからせっかくここね、先があるから、ここの階段さえ終われば、あとはこういうつなぎ方でいいと思うんで、あともうちょっと延長線作るか。多分2マス以上開けていいんだよね。ここの間が6マスなんですよ。これ6マス開けるか。6で、支えないけど繋がるのかな。あ、支えはあるのかあれ追加されたパターンかな。まあいいや、ここで繋げて、あ、ずれてるちょ、まあ、ずれてる。よし、繋がった。で、あ、そこいいね、合理的だねこれじゃない、いけないか。間に1個だけあればいけるな、これなら。ってなると、どこなんだろう、ここのどっちかですね。ここはあっていいから、ここでいいね。いいね、運ぶ、あ、そう、ここを例えば木とかにする風にしておけばいいのか。なるほど。ちょっと建築しましょう、どんどん。破壊はできてる、ちゃんと。2マス、1、2、3かな？空きなんで。何マスくらいあればいいんでしょうね。オッケーオッケー。荒いけどいいよ、それで。ここさすがにこの距離分だけあって、支えがね、別でいりますね。まあ、あればいけるんでいいんですけど。ここでいけるかな？じゃなければ、まあね、この2マスずつを守れば大体作れるっぽいですね。ここ2と3なんで、そこの間が多分どうなるか分かんないですけど、基本やっぱ2マスずつなのかな。よし、でついでにこの切り株取っておきますか。
ここ下手くそすぎだろ。いやー、なかなか難しいですね。石もちょっと揃ってきましたね。さあ問題はビルドを最優先にしよう。完成してないんだよなこれ。まさかこれもビルドに含まれるんですよね多分。だからそんな優先してんのかな。あ、来た来た来た。あとは床を掘るだけだよ、完成さえすれば。あれ、ここできてない。あ、そこもできてないのか。了解了解。今お見合いしてってよ。大丈夫。作れるかな。オッケーオッケー。あとここですね。オッケー、いいね。で、とどめの一発をね。いけるかな。いけるか。3マスはいけるという感じですかね。ここどうしよう。いける？あ、いける。オッケー。よし、みんな張るんだ。いい建物ができたぞ。ここが3で、ここ222なんですよね。一回実験的に低いので試してみようかな。そんくらいした方が分かりやすいですよね。で、高さ的に多分これ、2マスだと思うんだよね。移動、こいつらの移動が詰まってるぞ。2マスだと思うんで、2マス分の上があればいいんだよね。って考えたら、3マスでもいいのかな、高さは。ギリギリですけどね。いや、晴れました。これはいいんじゃない？足場とかすごいもろそうですけどね。これで、で、ちょっと城の形もしてみるか。いけないところは1個ずつでいいかな。あ、閉まったな。どっかにゲートみたいなのがいるので、敵を寄せつけたいけど、ここら辺だけ開けとこう。さあ、とりあえずここまでにしようかな。こんだけいければね、この建物的な倉庫作りもできるようになったんで、ちょっと城みたいな形のね、防御力の高いこの本拠地直通型の建物を作ってみようと思います。